吉祥寺の食うたにようこそ。さて本日の食うたはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。はい、こちらの和菓子バウムクーヘンを食べたいと思います。結構大きいですね、これ。どこのメーカーのバウムクーヘンなんだろうか。小松製菓というところが作ったようですね。ここにシールがあるんですが、全く聞いたことのない名前ですね。あとで検索してみようかな。それでは開けてみましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。わあ、結構重いなこれ。で、断面はこんな感じになってます。では、いただきます。バウムクーヘンですが、パサつきがなくしっとりしていて食べやすいですね。まあ、パサつきがバウムクーヘンというのはちょっと失礼なイメージかもしれませんが。で、バニラの香りもしっかり広がってきて、他の味も食べたくなりますし、もっと大きなサイズでもって、それは前にちょっとひどいことになったから自粛しておくか。噛んでみると、まず生地がふわふわしっとりとしていて、そこからさらに甘さが広がってきましたね。バニラの感じはあまりしませんでしたが、甘さがたっぷり詰まっていてとっても美味しかったです。それに食べやすかったですからね。前にもちょっと大きなサイズのバウムクーヘン食べたことあるんですが、あれはさすがにちょっと大きすぎたので、このぐらいがちょうどいいのかもしれません。まあ一度に全部食べる必要があるのかどうかというね、な部分もあります。とても美味しかったので、これはこちらの点数とさせていただきます。はい、それで七福神参り、砂漠でやるのは無謀だや。いや、そりゃそうでしょうね。そもそも砂漠に七福神いるのか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。